こんにちは、ケイトです。今日は25歳最後の日なんですけど、25歳最後のメイク動画を撮りたいと思います。で、今はアイプチ、こっちのアイプチだけちょっと、こっちはもともと2人でこっち1人なんで合わせるのでやってるんですけど、他はスキンケア以外はしてないので今からやっていきたいと思います。で、今日が9月20日なんで明日26歳になるんですけど、とりあえずメイクをしていこうと思います。まず塗るのが、これなんて読むんやろ、この韓国コスメの、ちょっと読み方わからへん、これのこの色、これが可愛いから、これをとりあえずちょっと色素ないから塗りたいと思います。これは色をしっかり、結構こういうバームタイプにしてはつくし、バームやから保湿力もそれなりにあるし、あとはこう密着すごいしてくれて、プルンとした唇に見せてくれる。で、パッケージが可愛い。これはこれだけ塗りました。で、この上からこの VT のリードルショットのリッププランパーのビギナーの方なんですけど、これを上から重ねたいと思います。こっちに鏡があるからちょっと鏡を見ながらになっちゃうかもなんですけど、化粧前はだいたいこのリッププランパーを塗って、普段はユリアージュのリップを使ってます。私だけなんかな、毎日メイクって言っても毎日コロコロ変わっちゃうんですよね、その毎日メイクが。だから毎日メイクなんですけど、まあ気分でコロコロ変わる毎日メイクみたいな感じでやっていこうと思います。下地はこのダルバのトーンアップサンクリーム SPF50+PA4+ 入ってるんで、これをまず目の甲に出して、で、これを顔全体にちょっとこう適当に伸ばしていきます。で、伸ばしたら、私は結構鼻とかは毛穴落ちとかが鼻は気になるから、なんかこうプツプツってなってる感じが気になっちゃうから、毛穴落ちって言うんかな、気になるから、私はこういう下地もなんですけど、ファンデーションも基本 &B のこのパフを使ってなじませます。これが結局一番いい。なんか今まで100均じゃなくても安いやつを使ってたんですけど、その後にこの&B のスポンジを初めて使った時にもう革命起きて、それ以降これ以外使われへん。なんかこんなにスポンジ一つで化粧って全然変わるんやと思うぐらい、800円ぐらいだからコスパもいいし、そんな高頻度でめっちゃ買えなあかんわけでもないから、こんな感じでちょっとトーンアップしたかな。そしたらファンデーションが、いつもはこの RMK のリクイドファンデーションの102番を使ってるんですけど、今日は P のクッションファンデはずっと気になってたから使ってみようかななんですけど、その前に見ていただいたら分かる通り、私はここのクマがすごいのと、ちょっと顎肌荒れしてるから、ザ・セムのチップコンシーラーの 1.5 を使って
そのクマとかをちょっと隠していきたいと思います。これですね、ディオールのやついいみたいな聞くから気になるけど、あんまりコンシーラー重要視してないというか、私結構この辺とかほくろとかそばかすとか結構多めなんですけど、あんまり気にしてないから、するとしてもニキビがちょっとできたりとか、まあ、ニキビ跡とかそれぐらいやから。でクマはこのスポンジでこうちょっと広げる感じなんですけど、気になるニキビ跡とか現在進行中のニキビとかはこのここでチョンチョンチョンって手でなじませてからスポンジをこうする感じでピタッとなじませます。じゃないと結構ザセムのやつはカバー力あるけど、私は乾燥しちゃいがちやから、こういう感じでちょっとあるんですけど、まあ、そこまで気にせずにやっていきたいんで、これで。次がフィーのクッションファンデを使ってみようかなと思います。フィーの01番やからだいぶ明るいんかな、クッションエッグフィットカバー01フェア5でも SPF50 プラス PA3 プラスも入ってるから、これだけでもだいぶ日焼け止め効果が。ちょっと手の甲にのせてみますね。あ、固めのクッションや、こんな感じ。あ、良さそう。めっちゃなんかいいって聞いてたけど、あ、すごい、めっちゃ綺麗。ここ塗ってて、塗ってない方塗ったここめっちゃ綺麗。塗っていきみたいと思います。私クッションファンデーション結構苦手で、っていうのも結構柔らかいクッションファンデーションやったら割と、あの、なんていうんやろ、ベタってつくん分かります？このクッション自体に。だからそれが苦手なんやけど、これは結構いいかもしれん。今年の夏めっちゃ焼けたんですけど、もうなんか写真とか動画とか見てもらってたら分かると思うんですけど、めっちゃ焼けたけど顔だけなぜかずっと、まあファンデーションとかも、ファンデーションというか下地とかも SPF 入ってるやつとかを使ってたからか、全然顔だけ焼けへんくて、顔だけ白いみたいな。どうやろ、ほんまにクッションファンデーションって難しい。固めなんかな、これでも綺麗に見える気はする。でも鼻はやっぱり気になるから、クッションファンデーションで私鼻やったら大体なんかちょっとんみたいななっちゃうから、このこれでちょっと取ってこんな感じで鼻やっていきたいと思う。こんな感じ、綺麗ですよね、めっちゃ。そしたら次が T フィットっていうのかな、トランスルセントセットフィニッシングパウダーの01番ホワイト、これを使っていきたいと思います。私はほんまに乾燥性脂性肌なんですよ。だから目の周りと眉毛ぐらいです、やるのは。基本この状態で鼻とかにやっちゃうとほんまに乾燥しちゃうから、時間経って例えば汗かいてとかの時にパウダーするぐらいがちょうどいい。鼻周りとか塗せてみますね。あ、すごっ、白、あんまつきすぎ注意かも。あ、めっちゃサラサラ眉毛のところ。韓国の化粧品って多分これも韓国やと思うんですけど、匂いがいいから好きけど、粒子細かすぎて
今めっちゃ飛び散ってるんですよ。この画面では伝わらんかもけど、そしたら眉毛を描いていきます。一旦このロージーローザーのこっちのスクリューブラシ先にパウダーをします。なんかめっちゃ肌綺麗今日。パウダーはこのセルボークのインディケイトアイブロウパウダーの03番を使います。この上に、もうこれないんですよ、上2色を使ってないところをちょっと埋める感じ。長い25歳、今日で最後なんですけど、25歳今日で最後というか、まあ明日で26歳になるんですけど、全然実感ないというか、まあ実感ないんですけど、実際この間25歳になったばっかりな気がするけどみたいな感じで、嘘みたいって思っちゃう。でなんか今年の誕生日プレゼントもまさくんが何がいいみたいな感じやって、去年は一緒に買い物行って、その時に誕生日プレゼント買ってくれるみたいな感じやって、何がいいって言われて、あの MM6 のカバンを買ってもらったんですけど、今年はもう決まらんすぎて、別に欲しいものもそんなにないしみたいな、一人で選んできてみたいな、とりあえず見てきてって言われて、スティーブン・アランのコートが可愛いなと思ってて、スティーブン・アランとか見たんですけど、スティーブン・アラン見る前にロクにおひなって友達が働いてるから、おひなおるかなと思って普通にロク行って出てきてくれて、でその時に抜きテパとロクの別注のアウターがあるんですけど、次一旦もいい、シーグラムのこのアイラインみたいなやつの方使われへんくなって、ここが壊れちゃったから、こっちのペンシル、普通のペンシルで眉山とかこの辺を描き足していきたいと思います。でそう、その普通に抜きテパとロクの別注のアウター可愛いなと思ってて、こう入ってすぐのところにその抜きテパとロクの別注のアウターがあって、めっちゃ可愛くて生で見たら、でしかもリバーシブルで着れるんですよ。でえ可愛いってなって、でおひなおって、でおひなにえめっちゃ可愛いないみたいな、で2色あって、アイボリーとブラウンピンクのリバーシブルあって着て、ブラウンピンクの方がもう可愛すぎて、でもう見た瞬間、あこれかもみたいな。結局今年はロクと抜きテパの別注のアウターをまさくんに買ってもらいました。で明日届くんですけど、誕生日当日に届くようにおひながしてくれてありがとうございます。でも誕生日当日が多分まさくん普通に仕事やから、普通に家で一人でゆっくりして、なんかご飯も多分食べに行かれへんから、帰ってくるの普通に夜遅いから、だからご飯をどうしようかなみたいな、一人、去年は自分の誕生日に手巻き寿司をしたんですけど、今年はサムギョプサルにしようかなとか考えながら、なんかあの最近その眉毛をこう染めたから、基本そんなにあのアイブロウを塗らなくてよくなったんですけど、あの前まで使ってたロム&のやつは結構染めてくれるタイプのやつで、だから真っ黒の時は良かったんですけど、真っ黒すぎひん時、こういう時は結構強すぎるから、最近はこのキャンメイクのカラーチェンジアイブロウの06番で、もう軽くこう眉毛を立たせて毛並みを整えるぐらいのイメージでやります。こんな感じです。
まあもうほんまに眉毛下手くそやからあんまり参考にせずに、まあでもこんなね、あのデコ出してるくせに眉毛下手くそって致命的なんですけど、こんな感じでとりあえずできたら、次アイシャドウ。アイシャドウがほんまにあの毎日私気分で変えるタイプやから、でも最近ハマってるのは色自体はそんなにつけずに割と薄めのカラーで、この下とかにあのちょっと濃いめのアイシャドウをこう粘膜のところにつける感じでやったりとか、あとはアイラインをやったりとか、マスカラを結構パチッとした感じでするのにハマってるから、今日はスナイデルのイーちゃんからプレゼントでもらったこっちの色、これチークとしても可愛いんですけど、イーちゃんのやつでシルキータッチアイズ EX03 番、これを手で取って塗っていきます。こんな感じの色味、わかるかな、ついてるかついてないかぐらいでいいかも。やば、あいぶち取れてきた。ちょっとあいぶちつけ直しますね。なんか私の一重見たことない人びっくりするかも。こっちが、あ、今あいぶちしてたからちょっと二重なんですけど、基本一重なんですよ。今奥二重みたいになってるかな。なんか調子いい時二重やのに気づいたら一重になってるみたいな、よくわからん現象が起きてるんですけど、でも別に二重にする手術みたいなを別にするほどでもないかなとかも思うし、とりあえずひとまずちょっと、まあアイプチでずっと過ごしてきてるし、アイプチで別にそんなあの難はないから、で同じ色をこの下まぶたにものせます。もうこれも薄くで、でいや、プチつけるのを見せるのも初めてかも。100均のダイソーとかに売ってる普通のアイプチを使ってるんですけど、伸ばして止めたらこんな感じで、ここにこの余りが出てくるからこれを切る。この時に無事で私は3、4回かな、まつげを切ってしまってることがあるから、それだけ気をつけてください。こんな感じの色味、なんかここついてる、ほくろ、こんな感じの色味で、下まぶたにこの3のスターゲージングアイシャドウクワット04番モンプチアミっていう色の、ここのこの茶色っぽい色を下まぶたにのせます。でだから上はもうこの単色で、後からラメをのせる感じで、そしたらこっちとこっち全然違うんですよ、なんか目の大きさが変わる気がする。でこっちもやります。25歳何やったかなって考えたんですけど、まあ、25歳はまさくんと同棲をし始め、去年か、24から25にかけて同棲をし始めて、今年は特にまあ病気になって仕事を休みすることになってとか、ちょっと自分の中ではしんどいこともあったけどみたいな。でも3年前が一番しんどくて、個人的にはパパが亡くなった年やったりとか、もう今年でパパが亡くなって3年経つ、まあこんな重たい話どうかなって感じなんですけど、
あの聞きにくい人は全然飛ばしてもらって大丈夫なんですけど、今この下をやったんで、次はキャンメイクのクリーミータッチライナーの03番使います。で、まあ今年でパパが亡くなってもう3年になるんですけど、それがもう早すぎて、けどほんまにそこからなんかその時を思い出したら、すごい息子くんに支えてもらっ毎年毎年支えてもらってるなと思って、でそれこそそのいつやったかの誕生日はなんか息子くんが淡路島に旅行に連れて行ってくれたんですよ。こんな感じで、まあ連れて行ってもらって、心ここにあらずじゃないけど、もう心配な気持ちが強すぎてなんか結構病んでたんですけど、こういう時でもすごい支えてもらってるなって毎回痛感するんですけど、いつも通り今年もいろいろあった時、いろいろある時はまさくんが支えてくれてるなって思って、なんか多分25歳だけで考えたら別にそんなになかったんですよ。しんどいことはあるけど、25歳だけで考えたら別にそんな大きいトピックも、なんか泣きそうになってきた、大きいトピックも正直なかったし、エクセルのビューラーをします。そんな25歳だけで考えたらそんな大きい何やろ何かがあったかって言われたら進展とかもなかったしあれなんですけど、この今25歳を迎えれてる、こうやって時点で自分の周りの人たちのおかげでしかないというか、ほんまに一昨年ぐらいは24になる年かな、はもう24か23になる年なんですけど、まあもうほんまにしんどすぎて、ちょうどこれぐらいの時期が一番しんどい時期やったから、まあ周りの人、ママとか周りの人含めてがいてなかったら、まあ、今の25歳の自分はこうやって笑えてないなって思うぐらい、ほんまにあのこんなにしんどいことがあるんやと思うぐらいしんどかった年があっての今やから、もう周りの人に感謝でしかない。私はまあそのまさくんを軸にもちろん話したんですけど、まあ、一番近い人で言ったらやっぱりママとかまさくんが一番近い人にはなるけど、けどそれ以外の仲いい友達とかも含めて、その友達とかにもいっぱい話聞いてもらったりとか、いっぱいいろんな人の前で泣いたりとかもしてたから、そういう時を含めたら今の25歳に25歳今25歳で明日26歳になるんですけどの自分がいてるのは、ほんまにいろんな人のおかげやなと思って感謝の気持ちでいっぱいです。あ、これはアイエディションです。エティスのパパが亡くなってから3年経つんですけど、一緒に住んでなかったからふとこういうのを何があったかなとか思い出した時とかにすごいギュッてなるっていうか、こう思い出した時にすごい感極まることが多くて、やっぱり未だに、だからなんか日々いろんな人に感謝しながらやっぱり生きていかないとあかんなって、すごい重たい話になっちゃったかもやけど思います。
今でも、その年は特に思ってたけど、今でもそれは思うかも。今自分がいているのはそういう周りの人たちのおかげでしかない。もちろんこういういつも YouTube とか見てコメントしてくださる方とかもそうなんですけど、そうだから、私一人やったら何もできひん人間やから、私は弱い人間やから、だからすごい感謝でいっぱいですね。今年も毎年感謝でいっぱいなんですけどね。今年もなんか泣き虫やからいっぱい泣くんですよ。私はいっぱい泣くというか、いっぱい泣いちゃうんですよ。そのまさくんの誕生日 Vlog みたいな回した時もやったと思うんですけど、その振り返ると泣いちゃうというか、振り返るとやっぱりこう今年何があったかなじゃなくて、今年らへん25歳らへんを考えちゃうから、やっぱり考える流れの中にパパが亡くなったっていうことも出てきちゃうから、そこを省かれへんというか。でやっぱりマサ君の誕生日の時も、多分それがその時の感情とか、いろんな感情、まあいろんな感情がもちろんあるんですけど、それだけじゃないんですけど、けどまあ唯一パパに会ってくれたのがマサ君やったりとかもしたから、だからやっぱりそういうそれを省くことのできないことやったから、それぐらい自分の中では大きいことやったから、だからね、そうやって考えたらやっぱり自分の誕生日のなんか謎なメイク動画でこんな話になって泣きそうになってるんですけど、まあけど普段は全然元気なんですけど、そういう今の病気以外のことに関しては全然元気なんですけど、でも人は一人では生きていかれへんなってほんまに実感するというか、人は一人では生きていかれへんというか、次はこのミルクタッチのオールデイロング&カールマスカラのブラウンを塗りたいと思います。これはこう縦にちょっと束感作る感じで塗りたいと思います。そう、最近お風呂屋さんからすごい質問とかでいただくのが、なんか年々友達が減ってる気がしてみたいな、なんか寂しいですみたいな感じでコメントっていうか、こうお悩み相談とかをした時に来るんですよ。友達と会って話してた時に、みんなそうじゃないみたいな、みんな多分年を取るごとに、まあその環境ももちろん変わってる、人それぞれ。例えば結婚してる友達が増えたりとか、同棲してる友達が増えたりとか、それこそ社会人になってみんな仕事をし始めて時間が合わへんくなったりとか、なんかいろんな要因がもちろんあると思うんですよ。学生時代はすごいこう時間が有り余っててとかあると思うんですけど、まあそもそも私も結構周りの友達に友達多いとか言われてたけど、今考えたら全然そんなに、なんかこう今はとにかく深く狭く、まあどっちでもいいんですけど、そういうタイプやから。でも絶対年を取るごとにみんなそうなってるけど、その分いろんな違う出会い方も多分あるんですよね。その昔とはまた違う出会い方も多分あるから、だからそこはなんかそんなに気にしなくていいというか、こう1人とか2人でもそういう話をできる友達が
いてるなら、それで十分やと思うし、私もそんなに別に、まあ、多いというか、人と比べたらもしかしたらいてる方なんかもやけど、けど別にそんなしょっちゅう連絡を取ってる友達っていうわけでもないし、急に連絡取ってご飯行こうとかも全然あるし、なんかそこはそんな気にしなくていいというか、一人二人でも自分が腹割って話せる友達がいてたらそれで十分かなとも最近は思います。ということで、こんな感じでマスカラができたら、次、このセルボークのインフィニトリーグリマーリキッド03番を使って、この黒目の上にまずこういう液体のタイプなんですけど、黒目の上にちょん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 、こういう感じでのせます。そしたら手でこう広げる、で反対側ものせたら手で広げる、こんな感じです。下も3個ぐらいやります。まあでも友達とかはほんまに時間が合わんくなったりとかもするし、なんか友達によってやっぱり優先順位も全然違ったりとかもするから、私もやっぱり友達と違うなって思うことももちろんあるから、こんな感じ、キラキラ、そう、だからまあそんなもんなんちゃうかなとは思います。私もチークはこのヌーズのリキッドケアチーク04番ポピーブリーズ、これを手に取って、これはスポンジでやったらスポンジがすぐに吸収しちゃうから、手に取って手でこうのせる感じ、すごいツヤ感が綺麗で、これぐらいでいいかな、ちょっと取りすぎたかなぐらいなんですけど、これを手で広げます。そうけど、まあ年々年を追うごとに付き合っていく友達もやっぱり変わっていくし、友達との付き合い方も変わっていくとは思います。やし、自分が思い描いてた26歳ってこんなんやったかなとかもめっちゃ思う。まだ26になってないんですけど、今日はまだ25歳なんですけど、けどそんなことも思うし、やっぱりだからみんな多分同じような思いがあるというか、それこそ結婚式とか友達誰呼ぼうみたいな、まあ、いてるんですけどね、呼ぶ友達はいてるけど、でもやっぱ誰呼ぼうとか思っちゃうぐらいやから、みんな同じような悩みは抱えてると思います。私はこの頬骨のこの辺、頬骨とこのちょっと目の際ぐらいにのせます。そしたらジュワッとした感じで、ちょっとだけこのここに日焼けチークみたいにのせます。こんな感じ、大体は完成かな、こんな感じです。近くで見たら綺麗に見えてるかな。リップも普通にこのさっき使ってたやつがめっちゃ良くて、オープニングでつけたリップが普通に良くて、これなんですけど、これを塗りたいと思います。結構発色するから、こんな感じでちょっとツヤっとした感じのリップです。ってことで、まあ明日で26歳になるんですけど、いろんな話したかな。
いろんな話したんですけど、25歳もありがとうございましたっていうのが一番。いつも見てくださってる方とかのおかげなことしかないんで、もうそれは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、まあ、26歳の抱負は幸せな年にする。明日動画回してるかわからないんですけど、誕生日 Vlog みたいな回してるかわからないんですけど、まあ、26歳の抱負は幸せな年にするを抱負に、笑顔のあふれる一年になればいいなと思います。で、まあ、26歳アラサーなので、まあ楽しいことばっかりじゃないけど、立ち向かいながらこう上がって下がってしながら頑張っていきたいなと思います。ってことで、今日も動画見てくださってありがとうございました。バイバーイ。いつもありがとう。